くぞ。気をつけろ。ここが全ての始まりの地ってわけか。オーデンがレラを脅して王子を襲わせて、さらに罪をルイに着せて失脚させようとしたのよね。子供同然だったルイを見てオーデンは侮ったんだ。ところが軍の主導権を取り返されそうになり泡を食った。私は本当に何一つ見えていなかったの。今ならアルセスは私を守るために置いていったんだ。でも彼はここまで戻ってきました。無事に復活を遂げてすべきことを果たすために。そうだな、ありがとう。今度こそやり抜いてみせるさ。アピュ、本当に果たすべきだった使命を。運命とは不思議だな。因縁の地で最後の対決を果たす相手は呪いを企んだ宿敵ではなく、むしろ被害者同士なわけか。別に不思議じゃねえよ。前に進んだってことだ。呪いは解けた。もう過去のための戦いじゃねえ。バチリ。確かにな、新たな王を決める戦いだったな。珍しく眼蓄のあることを言う。おっさん表出るか。待って、何か来る。このいいオナマグラ、これは。やはり来たな。だがここまで。姿を見せるのは初めてだったな。私はさらなる高みへと上り詰めたのだよ。素晴らしいだろう。ルイ様は私のような恵まれぬ存在も強き存在へと変えてくださるのだ。ゾルは、お前まさか以前ルイが見せた怪物化の秘術を自ら望んで受けたというのか。奴が種族に関係なく怪物に人間にしてしまえるというのは本当のようだな。何だってそこまでする。強き存在だ。怪物に変えしまうってことじゃねえか。貴様らからどう見えるかなど興味はない。これこそ我が望みの姿だ。マグラが人の不安だとしてなぜ無理に押さえつける。解放されたいなら解き放てばいい。ルイ様の世界では問われるのは強さのみ、他は関係ない。自由であり公平、まさに理想的な新世界が訪れる。そのためにどれだけ犠牲が出ると思ってる。それがどうした。今までは違ったか。むしろ公平に競って倒れる犠牲は尊く美しい。ルイ様が目指す理想世界、一足先に俺はその世界の住人になる。人生のくじ引きに勝っただけで俺が持てなかったものを全て持ち上がって、貴様らに尊き新世界の地を踏ませるものか。ルイ様と育んだこの力で貴様らの全てを否定してやる。じゃあ死ね。死んでしまえ。貴様らなど新世界には不要なのだ。犠牲が前提の新世界など無駄だ。ストロー、こいつにはもう届かない。こちらも貴様らと問答する気などない。今すぐこの世界から消えろ。
王者の力よ。これならどうだ。なぜ合わせましょう。殺されない。私の力を絡めてでいくわ。いいわよ、ジュナ。君サマだ。いけたわ。来たね。恥ずかしくない戦いをする。王者の魂をここに。貴様らはこの世界にいてはいけないのだ。こういう手もある。死ねえ。ちょっと待てた。やるじゃない隊長。ついてきなさい。この力を。これを使えば。私だってやれます。お願いします。行くぞ。黙って殺されない。ユージフの。さあ観念せよ。重装を使うか。私は理想世界の住人。この姿こそ忠義の証。ちょっと苦しいわよ。いいわよ、ジュナ。全力を尽くします。私だって先生出番です。大丈夫、詰めるよ。連携しよう。やれ。いけ。まだ耐える。ルイス様、マイルキー、オンビ様の。後を頼む。特別に踊る。この力で大技行くわよ。行きましょう。ルイ様の理想をわからん愚か者ども、お前らなど不要。不要なんだよ。ルイ様の敵はこの俺が全て。死ね。力を貸して。敵、これを。くそ、またなのか。ルイ様。どう？また強くなれたみたいだな。これでまた一つ強くなれた。どうやら成長したようだな。やったわ。成長できた。やりました。強くなれたみたいです。よし、また力がついたみてえだ。地道な努力が肝要だ。なぜだ。なぜ世界は私を選んでくれないのだ。自分の体をここまでするなんて、ルイへの忠誠だけは見上げたものだ。ただ憧れる相手を誤った。間違ってるのはお前らだ。この世界はもう立ち行かない。本心では分かっているんだろう。誰も自分の人生を自分で決められない。決められないことに気づくことさえできない。そんな世界滅ぶべきだってな。そんな腐った世界を真に変えようとしているのはルイ様だけなんだ。なぜそれがわからない。そうか、ゾルマ、お前だけはルイが何をしようとしているのか全てを理解して従っていたんだな。俺は礎で構わない。ルイ様の望む世界、選ばれた者だけが生きる平等で美しい世界のな。
ゾルバのやつ。仕方ない。やつ自身が選んだ道だ。俺も兄貴も昔からあいつのことは気に食わなくてな。陰気な癖して急にキレて叫びやがったりよ。けど今思うとあいつの叫びは全部悲鳴だったのかもしれねえ。ゾルバのやつを本当に切り捨てたのはルイなのか、それとも。惑わされるな。確かにルイの言葉にも一部の正しさはあるかもしれない。だが結局やつはゾルバを怪物に変えてしまった。いくら本人が望んだとしても、本当に守る気があるならあんなむごい真似ができるか。所詮は奇弁なんだ。奇弁。本音はただの野心家で、平等だのは全部そいつを隠すためのらしいデタラメってか。いまいち引っかかるぜ。あのルイがんなそこの浅い嘘つくのか。何かあるのかもしれない。けど逆らったわけでもないゾルバをあんな風にしたのは、守ったとは言えないような。そういえば最後に少し気になることを言っていましたね。確か選ばれた者だけが生きる平等で美しい世界。ルイに逆らわない者しか生き残らないという文字通りの意味だろう。初めから言っていたことだ。なんだか単純すぎる気がする。姉さんが言ったこと覚えてる？国中にあふれる人間、正気を保てず逃げ惑う人々。ルイの本心がただ演説聞いてればわかるようなもんなら、姉さんあんな風に言い残さなかったと思う。じゃあルイにはまだ私たちの気づいてない本当の目的があるってこと？ここで考えあぐねても仕方ない。どの道尋ねに行くんだ。本人に問いただせばいい。最後の像も近い。今は進み、やるべきことをなすぞ。行きましょう。人か？王宮から落ちてきたよな。どうして？うん、このやつ以前大聖堂で暴れたやつに似てるような。気のせいでしょ。ルイが連れてきた男なら死んだって。まさか死んだんじゃなくて怪物に？だから言っただろう、王子が怪物になった時と同じだ。
ルイの仕業なんだよ。やっと対話できる状態になってきたな。あんたらみんなルイに騙されてるんだよ。では偽マジで怪物ってのは嘘だったのか。じゃあ本物の王子殿か。けど従ってさえいればルイ様は守ってくれるって。まったくルイの話を真に受けるなよ。落ちてきたゾルバはルイに忠誠を誓っていた男なんだぞ。これがルイの仕業。これじゃ従ったって何されるか分かったもんじゃ。だからそう言っただろう。ルイは怪物を減らすどころか生み出してんだ。各地を襲わせてたって話もある。てか従わなきゃ市民でも誰でも処刑なんてことを言ってる男だぞ。そんな奴に国を譲る気なのか。まったく嘘よ。私は信じないわ。ルイ様はこの世を変えてくれる救世主のはず。けど俺こんな怪物にされたくねえ。やれやれ、これなら王都全体にも広まってくれそうか。おっと、これはこれは。情勢はどうなんだ。本当にわずかでもルイに勝つ望みはあるのか。ご尊顔、久々にお見受けします。よろしかった。さすが時流を読む目だけはお持ちだ。風は変わってきてますよ。あとは閣下が何を信じるかですな。確実に空気が変わってきたな。やっと面白くなってきやがった。今のバトリンたちの声よね。ゾルバの死体を見てみんな驚いてたみたい。よかった、まともな反応だわ。像を全部壊した成果ね。これなら私たちの支持もかなり回復するんじゃない。そうだな。さすがにあのゾルバを見て気づいただろう。ルイの思想が異常だってことにな。ついに全ての王のしもべを無力化したか。ならばこれで貴様の魔法に惑わされた市民も正気を取り戻すだろうな。私の魔法？私は惑わせてなどいない。どういう意味です？ここで起きていた異変はあなたの仕業でしょう。ともあれ確かにこれでお前たちへの指示はついにこのルイと同等に至ったと言えよう。あの日与えてやった絶望からよくぞここまで巻き返した。素直に驚嘆に値する。悠長にはしていられんかいいだろう。玉座まで来るがいい。相手をしてやる。我が手も王爵の力を持ってな。我が手の王爵だと？貴様まさか。ついでに教えてやろうではないか。王爵とは何か、この国の真の姿がどんなものか。待っているぞ。待ってよ、王爵がルイの手に落ちてるわけ？えらいことよ。たとえ我らが指示で勝っても秦王が誰かとは無関係に破滅を引き起こせるわけか。絶対取り返さなきゃ。望み通り会いに行ってやりましょう。急ぐぞ。くそ。いい、いかん。これって
急ぎましょう。行けるか。行くぞ。その姿、真に王子は蘇ったわけか。まったく、親子ともども死の口で思いがけぬことをしてみせる。そっちこそ、角のないそれが真の姿か。念のために言っておくぞ、ルイ。王爵を手放せ。王に選ばれるのは民意を得た者だ。俺たちとお前には血を流さないという選択肢もある。血は流れる。王が避けてもその分民が流すことになるだけだ。この国はずっとそうしてきた。権威者の身勝手のツケを民に背負わせ、痛みは試練だと教えて騙してきた。壊さねばな。寝ぼけた権威者どもが広める嘘は。嘘はどっちよ。人のこと怪物に変えて民衆を欺いたくせに、挙句中心だったゾルバまで怪物に。従う者は守るなんてただの方便じゃない。私は嘘などついていない。嘘だ。このルイが最も憎むもの。お前たちは考えたことがあるか。王の魔法がなぜ強大なのか。なぜ王爵は民に指示されたものしか使えないのか。一つの道具、一人の力のみであれほど巨大な魔法は成し得ない。だがもし大勢からマグラを集めることができればどうだ。そう、王爵とは王国全土の民からマグラを吸い集める神。その無尽蔵ともいえる力が王の魔法の強大さの秘密だ。王家は数百年も昔から代々それを継いできた。この意味がわかるか。マグラとは人の不安。つまりこの国の民は今や不安を常に王に押し付けていなければ正気でいられないということだ。じゃあ町の人がおかしくなったのは。狂わされたのではない。民から溢れ出るマグラに今や王爵の吸い集める速さを凌駕し淀んでいるだけのこと。民が今晒しているありさまは人の本性。自分一人の不安さえ御しきれず他者に吠えつく単なる弱さだ。人の本性。このような世界で分かち合いの秩序など夢のまた夢を。まず人そのものを覚悟ある姿へと正すしかあるまい。全王の魔法が終わりを迎える日、私は新たな王の魔法でこの動乱の数ヶ月に蓄えられた王爵のマグラを全て逆流させる。乗り越えた者たちは新たな人間へと生まれ変わる。私が望む理不尽なき真に公平な世界、その最初の選別だ。選別だと？新たな人間？馬鹿げた妄想だ。妄想？現に王子は我が術を受けても人格を失わず、より大きな力を得てここにいるではないか。彼にしたのと同じことを人々に。王の魔法の力で王国全土にやるつもりなのか。私に従い力の道理を受け入れる者は生き残るだろう。だがむやみに怯え続けるならそのまま正気を失い怪物となり果てる。従う者は守るとはそうした意味だ。誰でもない力
という摂理がもたらす真の公平さだ。それがあなたの本当の野望だから、国葬の時ゾルバを送り込んだりしたのに。欲しいのは最初から王位より王爵だった。力を誇示して民を怯えさせたのも単に支配のためじゃない。あなたにとっては当たり前の正しさに過ぎなかったんですね。全ての民を人間に。なんということだ。案ずるな、お前たちには素養がある。我が選別を生き残り新たな世界へ進めるだろう。先ほど血を流さない選択肢もあるとそう言った。ではこちらも聞こう。今一度私と来い。エルダの血を引いて生まれ、種族を問わず手を取る。お前と私が同じ本を愛読するのは偶然ではない。おい、惑わされるな。我らの壊したい世界は同じだ。理不尽を憎むその理想、叶えてやる。共に来い。理不尽は確かに憎い。ちょっと、ハンタまでどうしちゃったのよ。おい、惑わされるなと言ってるだろ。私を否定して、ではどうする。お前はこの国をどうしたい。旅の先々で見たはずだ。隠衆、迷信、カモ、そんな権威の理不尽に打ちのめされる者たち。強さで競う単純な世界だけがその苦しみを打ち破れる。残酷でも人生、命を懸ける価値のある公平さをもたらす。私と来れば叶うぞ。どうだ。確かにその通りだ。え、本気で言ってるの？理屈は分からんでもないが、しかし嘘だと言ってください。奴にはかなわない、そう言いたいわけか。まさかこんな、くそ、どうしちまったんだよ。賢明な判断だ。そんな、王子殿下。こうなってしまったら考え方を変えるしかない。理不尽な争いを繰り返すよりはマシなんだってな。ちょっと何言ってるの。いつもの青臭い文句はどうしたのよ。仕方あるまい。拙者はつい先日まで穴蔵にいた。それよりはマシになったと首相に思うほかはあるまい。そんなのって、各自異論もないようだな。待て、まだ話は。何を慌てる。お前たちは生き残ると教えただろう。いや、そのうろたえようでは助かるとも言い切れんか。まあ、さまつなことだ。見るがいい。新たな世界の到来だ。その後、人間の世界へと変貌を遂げた大地で、ルイと王子とは共に創造主にも等しい存在となった。同時にそれは、今日までの世界で積み上げられた全ての歴史が敗者の物語として記憶されることに決した日でもあった。その先に続く世界がどのようであったのか、それはもはや人には知る由もないことである。